柔軟の数ジあるいは枝の数ジこの美年はマロコフ音インから読めれた読まれたところ一番短いけれども今回はこのユ様の柔軟の物語は短いバーショの読まれたところですまだテレシア言われたように 貧しい人はそのもの持てないではないその一番貧しい人は愛されていない人ですこの言葉を聞くとまさにユウ様がいろんな身近な人特にでしたちまたいろんな 人を従うけれども最終的に否定しました。私たちもこの枝の数日最初はこの枝を使ってユー様をイルサレムに入るその記念のために私たちもこのユダヤ人の役としてユー様将来私たちの救い主この世の王ーを であろうと考えたでもそれをこのユー様が王であることではなくてこの将来の王この神の子であることは私たち今分かっていますこのユダヤ人たちは同じ人々最初ユー様を褒めたけれども最終的にユーマを侮辱した スジカをつけよう、殺そう、そういう言葉が同じ人々口から出ました。私たち人間も同じ心の中で愛されているならその人に対して簡単に恩返しすることができます。逆に、見つかない人が裏切ったら、あるいは、 自分に対して嫌われたら愛されていないならすぐ恨みがあって傷つけてその人に対して見ることもできない心の中でとてもつらい人間として一番どん底のところこの愛されていない人です同じように第一朗読も その神のしもべという予言者、イサイヤは予言されたけれども、それは当てはめることがまさにイユウ様のことです。人生としてイユウ様が失敗でした。努力としてもこの人々はあまりイユウ様のこと関心がなくなりました。イユ様を 殺したこの人々の心の中で非常に嫌いまたその人間として暗い心の中で吐いてありますでもユウ様が諦め、ま、ないでこのユウ様の意思はまさに父なる神様の一思に従って歩んでいきました このこと私たちはいろいろ学んだことあるでしょう。これは、uh, 裏切られたらまたこのユウ様の太陽は心から許す、許されるということがとても大切ではないでしょうか。このどん底のところユウ様が、uh, 入ってけれども、 この人々を父なる神様に対して言われたイユウ様の言葉は彼らを許してください何をしているのかわからないからまた私たちはこういうイユウ様の心を持ちますように日常生活でいろんな人との関係また自分は 責められている状態でその人もあ攻撃したいその人も嫌いなどなど悪い気持ち出てきましたでもユウ様がそんなことがないから多分私たちの考えは神様の子だからそれは簡単にできますでも実はユウ様も神の子でありながら 人間ですよその人間の心ゆさまはって嫌われたら裏切られたらゆうさ様の心もとてもつらかったそしてこの「ゆるす」ということはただ口癖だけではなくて自分の力がないからこそこのゆさ様のように父なる神様の 力をいただいて、その人々にも頼んであ許してくださいという、イユー様の言葉は私たちもあ学ぶことがあります。そ,れそして、イユー様の最終的なことを、ケセマニーという園でお祈り、必死にして、このあ汗だけではなくて、地もあ必死に、 祈る時出てきました父なる神様に頼んでできるだけこの酒を避けるようにでもそれはできないでもイエス様が忠実にこの神のしもべとして歩んでいきました私たち人間もこの信仰を持っているなら最後の最後までいろんな人いろんな実態で 一人ぼっちになって社会の中でもその老人ホームに入ってなかなか加速をあ接することできない病気もかかって認知症になってなかなか自分の人生の意味もなくなりましたその状態は私たちはどういうふうにあこの信仰をあ生かすことできるのか 同じように、このユウ様も神聖として、この意味がなくなりましたけれども、忠実にユウ様が神様との協力者として、この十字架の道を歩んで、最後の最後まで、ゴルグタというところで行って、十字架を背負って、あそこで自分の命を奪えられたということは、 ととても難しいことですよ特にマリア様の心お母様としてどれだけ苦しい悲しいことを自分の息子を殺された自分の目の前にあったということはよくそのイメージは十字架の下でマリア様とあユーハネという一番愛されているあ弟子としてこれから このマリアはあなたの母そしてこの岩に対して弟子たちの代わりに代表としてこれからあなたの子供これマリアも私たちに頂い,いて教会として西武マリアというところで私たちも感謝することですこのイエス様の犠牲となった罪ない人 私たちのために、この救い主として私たちも感謝しながら、この青春間、特にイユサ様の柔軟性、また来週のご復活も私たちもこの好きを歩んでいきたいと思います。今日の短いマルコ・福音書イユサの柔軟の物語、私、まだインドネシアにいたとは、よくインドネシアの教会で、 今の時期は、信者さんあまりあ毎週来ない人々は来るわけです。だから、外でテントも建てて、たくさんの人々、この1週間、青春監督にたくさん来られます。その信仰の源、またあ一番大切なところ、伊予様の青春館、聖木曜日、金曜日、土曜日、またご不活、その信者さんが このミサと礼拝参加することは私感激しましたそしてまだ震災になる前に一般の信者としてこの礼拝ミサ参加した時は長い長いこのミサがなぜかというと今日の柔軟の,の物語言うだけではなくて歌います だから長くなります。特に、聖金予備、そういう礼拝も、いわゆ福音書のユー様の柔軟一番長い、それも歌ったら、時間が2時間かかるかもしれない。あの、その、歌、歌って、信者さんの立場で、多分、これ、いつ終わるのかあ、日本に来たら、そういう習慣がない。 インドネシア語のミサでありニホン語のミサでありエゴノミサこのセイシューカンのユーサマのジュナンの物語は歌わないだからすぐ終わりですね。でも私の考えはユーサマのジュナンとシを味わうことができるのは真んじゃさんの立場でただままこのサニの ダイとトてテ、タンドスル、歌タて長いバンガイ、ナガイトクニセイ、キングヨビワ、シニアサンのタチバデ、ウタシモまイケのクルシー、カナまた、たたまタママ、ウのスタシノココロナカデ、イチスルノカ、ココロト、アタマワ、イチバン、トイ、キョリデス、ウタシココロココニ 浮かんでいきますだからお祈りの時私たちの心と頭を一致するのはこれは一つの私たちの努力ことです。私たちユウ様いただいてこの勝利として十字架からユウ様のご復活までこれは神秘的なこと私たちもいつも感謝いたします。 この犠牲となったユ様のことも私たちも呼びかけてなんとかいろんな人のために知らない人のために自分の時間自分の持っているもの捧げるということはまさにこのユ様のように私たちも少しずつ学んでいきます。今日のミサで私たちの祈り特に 苦しんでいる人々、いつもどこでもこんな立派なところ、ミサ、礼拝できる私たちは恵まれている状態、いろんなところはこんなチャンスがない、その人々も信仰持ているけれども、どれだけこの聖春期を過ごすことができるのか、私たちも心の中で祈りたいと思います。 ユウ様のように広い心をあ私たちもいただきますように、誰に対しても裏切られても、その人に対してユウ様の心のように持ちますように、私たちも一人一人、あ自分の努力、また神様の祝福といただいて、あのその恵みがきょのみさんで願いますように。聖霊の Minsibikito terasio, inori motomimasio. Amin.